こんにちは。兵庫県弁護士会の尾崎愛香です。事業をされている皆様にとって、後継者がいない、事業をもっと飛躍させたいけれども、今の資本では厳しい、様々な悩みが尽きないことと思います。そうした時の一つの解決方法として期待されているのが、事業承継です。本日は事業承継の方法3つと、 具体的な手順についてお話しさせていただきます。まず、事業承継の方法として、代表的なものを3つ、株式譲渡事業譲渡組織再編を挙げさせていただきます。まず1つ目、株式譲渡この動画をご覧の皆様はご存知のことと思いますが、会社を持ち重要な部分を決定するのは株式を持つ株主つまりオーナー様です。 この株式をそのまま譲り渡し会社ごと新しいオーナーに引き継いでもらう方法が株式譲渡です従業員は基本的には現状維持役員も現状維持かご優待かは承継先と話し合って決めていきます2つ目、事業譲渡株式そのものを譲り渡してしまうのではなく株式はご自身が持ったままそのうち事業だけを譲り渡す方法です 事業譲渡は会社が運営する複数の事業のうち一部だけを譲り渡すような時に有効です。また皆様が個人事業主の場合には株式という概念がありませんので取り得る方法は事業譲渡に限られるということになります。さてさっきにお話しした株式譲渡と一番変わるのは株式譲渡がオーナー様が変わるだけで事業が帰属する法人は変わらないのに対して 事業上渡は事業が継続する法人自体が変わる点ですですから事業に必要な契約はすべて改めて承継先が締結し直さなければなりません従業員の雇用契約ももちろんです許認可も基本的にすべて取得し直さなければなりません正直株式上渡よりもかなり手間がかかりますが裏を返すとこの機会にすべて契約を締結し直せるので 譲受け人が契約状況を自ら管理把握しやすいこれはメリットにもなります3つ目組織再編合併会社分割などですが今回は省略いたします先の2つよりも手続きに時間がかかるため承継した後の最終的な事業在り方を考えて選択することもあるくらいです続いて承継の手順をお話しさせていただきます まず1つ目、証券人候補との秘密保持契約書の締結えご相談する際にご相談内容をえいろいろ話されてしまっては困ります検討が不安定な段階で従業員や取引先にえお話が漏れてしまいますとみんないたずらに不安になってしまいますのでご相談前に秘密保持契約書を締結してえこのご相談は秘密にしてくださいということをえお約束していただきます そして2つ目基本合意書の締結。無希望の承継内容を話し合ってその内容を取りまとめた基本合意書を締結いたします。基本合意書は譲渡人側と譲る受け人側で承継の方向性を合意するものです。基本的な方針とともに一定の期間あなたとだけ交渉します。承継する事業をよく知るための監査はいつ頃にさせていただきます。などのお約束を取り決めたりします。そして3つ目。 いわゆる DD と呼ばれるものです。譲り受け人が承継して一緒になる会社がどういう会社なのか、ホーム、財務、ビジネスなどの観点から調べていきます。例えば、ホームに特化してお話ししますと、株式を持っているのは誰か、賃貸借契約はどういう状況で、例えば一緒になってすぐに店舗の,その賃貸借切れてしまって追い出されたりしないのか、重要な取引はどういうものがあって、 一緒になってすぐに切られてしまったりしないのか許認化はどういうものがあるのかその許認化を維持していくためにはどういうことをしなければならないのか紛争になりそうなトラブルはないのかそういうことを調べていったりしますそうして困ったことが起きそうな時には一緒に解決策を見いだしていくことになりますいわば会社の人間ドックを受けているような状態ですこのデューデリジェンスには それぞれぞ専門家弁護士であったり会計士であったりコンサルタントであったりがこの対応を行っていきますそして4つ目最終契約書の締結先の DD の結果を踏まえて株式譲渡契約書や事業譲渡契約書を締結していきます承継の方法と譲渡対価のほかに例えば双方が承継前どういったことをしなければならないのか は維持するのか変更するのかなどさまざまなことを取り決めていきますそして最後5つ目クロージング一般的にはこの締結後に関係者の皆様に証券のことを開示してご挨拶回りをして落ち着いたらついに契約に基づいて株式譲渡や事業譲渡を実行に移します事業証券は会社にとって従業員にとって明るい未来への一つの道です 特に会社を停滞させたくない、途絶えさせたくない、そういったときに、承継先の会社と一緒になることでえ、ますます会社は飛躍することができ、従業員の雇用も維持することができるえ、そうしたものになっていきます。承継をご検討される場合、そのご意向をしっかりと相手の方にお伝えいただくためにも、お近くの弁護士にぜひご相談ください。